さあレオシルバ速いボール流れてきた鈴木優磨。ハーフナー縦にポドルスキー、そのポドルスキー逆サイドにハーフナーいる、クロスいる、ヘディングシュート6点。野津田が狙う、変わりました。いやこれ6点。3人入ってます。折り返してきました、江坂ダイレクトシュート。足が流し込んだ、早い長いだ、マイナスオリベーラ後ろから来た、高橋よくしのぎました。6ターン。工藤、その裏にそのカーブがいる、まあ、さあ工藤のところ抜けている、左足シュート、6ターン制だ。和田拾う、青山のクロスはヘディングシュート、これも6点制だ。そうですね、やはりこう清水がここ最近ね、失点も減りましたしね。縦に抜けてきた、チャンスだ、前田左足流し込む、その2人。